Chiedete a Cio, Gesù Cristo, la guatasta cini, sto sono dai gina shizumon wo shite kuremasu. Anata wa eien no inochi wo shinjimasu ka? Anata wa Gesù Cristo ga fukkatsu shita toyukoto wo shinjimasu ka? Anata wa karada no fukkatsu wo shinjimasu ka? Mochiron, Kristo sha desu kara, shinjimasu ne. So desu ka? So de areba, すべての出来事においてこの信仰が現れます。この永遠の命への信仰、復活の体の復活のしへの信仰が実を結ぶ。復活を信じる人の態度が自動的に現れます。考え方、生き方、話し方、仕事の仕方、勉強の仕方、すべて、君たちよ、この永遠の命に基づいている生き方です。イエス・キリストが復活したということを信じる者は、自分も復活すると。そして、すでに復活したんです。すでに罪が許されて、解放されて、死から引き上げられて、新しい命をいただいて、新しい道、永遠の命の道を歩む。奥さんがあなたを殺そうとするときには、あなたを大事にしないときには、主人があなたのことを理解しようともしないときには、子供たちが勝手に仕事を捨てて、なかなか勉強しないで、なかなかあなたの教えに従わないあなたの気持ちなりに、あなたの希望なりにしてくれないとき、あなたに反対するとき、病気になったとき、仕事のところでは非難されたときに、もう大事にされてないときには、あなたの考え、あなたの、提案を全然受け入れてくれないとき、あなたがどう？あなたがどう？永遠の命を信じる者は心配しません。この今日の福音に現れたサドカイの人々の質問が心から出てこない。あのバカな質問。もちろん立法に基づいたもの、ことですね。ありないわけない。ね。あの立法に従って、トラに従ってあり得る。あの状態はね。7人の主人と一緒に、住んで結婚して、そして、ま、ね、すべての主人が亡くなったりすると、もちろんありえないけど、ね、なんとかの可能性があるけど、本当にこのような、なんかケースを作ろうとすると、やっぱりイエス・キリストを惑わすため、イエス・キリストを訴えるため、責めるためです。この人は何を信じますか？私たちの方のものか？あるいは自分勝手にどのような考え方？そしてその考え方は変な考え方じゃないんですか？なんかね、異端者のような考え方が現れば、彼の唇から悲嘆的な言葉が出てこれば、やっぱり訴えることができます。責めることができます。殺すことができる。だから、私たちも、イエス・キリストが本当に復活した。永遠の命をすでに経験しないなら、まだしていないならば、まだ完全に、キリストに許された。本当に大きな罪でも。そして、毎日毎日イエス・キリストが私たち、まあ、私、あなた、そのまま、愛し、あなたを支え、あなたのそばにいて、あなたと共に戦って、先頭に歩いて、すべての問題に入るために道を作って、彼と共に、その問題、その苦しみ、その悩みに入り、もちろん古い人間、罪の人間がそちらに死んで、けどキリストと共に復活する。ちょうど行きたくないところ、ちょうど入りたくない、その苦い、その人生の苦さを
Ajiwatte. Hontoni sono ni casa, non ni casa, non ni casa, o ajiwatte. Sono tokoro niwa. Mo hontoni shindoi. Hontoni mo taiare nai. Mo hontoni mo shirimasu. Sono toki koso. Jesus Cristo to tomo ni herikudatte. Furu ningen wo sono senrei no ba. Ninatte iru watashi tachi no manichi no jōtai, manichi no kurushimi no jōtai, fuan no jōtai. Sochira ni furu ningen wo nugisute. Shinde. Soste sochira kara fukatsu suru. Jiu na mono toste fukatsu suru. Ah, yappari okusan no taido, shujin no seikaku, aite no tsumi ga, sono jōtai, sono kurushimi, sono mondai ga watashi tachi. Anata to watashi no furui ningen no haka desu. Watashitachi o matteiru haka desu. Watashitachi no furui ningen o matteiru haka desu. Koyu kanji, koyu funinki ni wa, koyu kangaikata, koyu mikata ni wa, kyou no fukuin wa hikaru. Subarashii kyou tachi o. Doste? Kristo ga sono sadokai no hito tachi ni wa, anata kata wa, machigatte imasu, dai machigai. Seishu o shiranai kara. Kami ga Mose ni arawareta toki ni wa, jibun o arawasta toki ni wa, watashi wa aru to itta toki ni wa, moetsukinai shiba desu. Moetsukinai shiba kara. Kami ga watashi ga aru, watashi ga itsu mo, itsu made mo, eien kara eien ni itemashou ka, itsu doko demo, donna jotai ni itemo, 存在します。私が命です。私には死がないという意味でね、私があるという意味でね、私がある、私が存在しています。私がすべてに勝って存在していると。そして私の存在はアブラハム、イザク、ヤコブ。つまり、お父さん、息子、孫、すべての時代に私の存在が及ぶ。 これは永遠の命。つまり、私の命が、私の子らに与えられると。だから、モーゼが、そのイスラエルの民を解放しに使わされた。神が、エジプトより強い、奴隷より強い、死より強い。ね。ですから、彼に属する、彼に任命される、モーゼは、その神の力によって、 イスラエルの民を導いた。10まで導いた。あの、エジプトから解放した。それは、神の現れ。これは、永遠の命がある、復活があるという証拠。もちろん、神の名は、神の存在は、過ぎ越しと繋がっています。でも、その、昔のエジプトから、過ぎ越した民だけではなく、それは予言でした。イエス・キリストは、 死から過ぎ越した。その予言であった。だから神の名前、神の存在は、自分の息子の死と復活と繋がっています。その過ぎ越しの神秘に繋がっています。キリストの死と復活の神秘、過ぎ越しの神秘に永遠の命、復活が現れます。御父さえも現れます。 で、これは神学的な話ではありません。私たちは、さっき言った通り、経験します。教会の中では、兄弟の中では、御言葉を聞くことによって、秘跡によって、兄弟との交わりによって、私たちは解放される。私たちは、ますます、この復活に対しての信仰に強められます。成長します。経験しながら、聞いた御言葉、 良い知らせを聞いて、その良い知らせが自分の中に実現されます。自分の兄弟に実現されます。毎日毎日これを聞いて、経験することによって、私たちは、その、さぞかいの間違い、アコーマの惑わしに基づいた間違いから解放されて、信仰に基づいて生きることができます。 そのために選ばれた兄弟たちよ。そのために教会と共に歩みます。神が生きているか、ものの神です。生きているものはあなた。キリスト者。あなたの兄弟の兄弟。キリストの体。あなた。